おお、来てくれたっす。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約。にゃー、ご予約。通ずるぞ、我が英雄にし。あ、あれ何？すっごく大きい。ああ、あれはバベルって言って、この都市の象徴みたいなものさ。ダンジョンとかバベルとか、いろんなものがあるんだね、オラリオって。一応世界の中心って呼ばれる都だからね。まあ僕じゃダンジョンの案内はしてあげられないけど。あ、モンスターがいっぱい出るような場所、私もあんまり行きたくないや。ヘスティア様、こんなところにいらしたんですね。アルバイトが終わってもなかなか戻っていらっしゃらなかったので。あ、ごめんごめん、春姫くん。この子の人探しを手伝ってたらついさ。うわ、綺麗な着物、すっごい。自分で着付けたの？ゴン、その耳も可愛いね。すっごいな、コスプレまで盛んなんだね、オラリオって。コス？この方は、いろいろ勘違いが発生してるけど、まあ文化の違いってことで。見つけたにゃ。あいつにゃ、あいつがオラリオの匂いがしない第三のスパイにゃ。探し方が微妙に間違ってないあたりが絶妙に腹立つにゃ。さあ、スパイの七つ道具とか劇的な脱出とか、手に汗握る情報戦とか見せるといいにゃ。ん？なんかあいつ、同業者って感じでもないような。そこの君たち、少しいいか。なんだい、レナの知り合いかい？え？全然。そうなのかい？声がそっくりだからあんたの親戚かと思ったよ。どういうこと？声だけで判断しないでよ、もう。ああ、申し遅れてしまったな。私はアーシュナ・グリザリカ。これでも一応王女なんてものに生まれついている。そうかい。で、その王女様が私たちに何か用でもあるのかい？何、この町のことを聞きたいだけだ。私は美しいものと強いものが好きでな、君たちのただならぬ雰囲気に惹かれてしまっただけさ。アイシャ、なんだかアマゾネスより厄介そうな感じがするんだけど。ああ、こんな目をしてるやつは得てして逃がしてくれないよ。力ずくで欲望を叶えるやからさ。で、ちょっと、アイシャまで戦う気満々になってない？いいじゃないか。よく言うだろ、喧嘩は町の花ってね。おや、君とは気が合いそうだな。ではお相手願おうか。来な。これって私まで巻き込まれる感じ？
暗黒の時代を覆す光に。あまり期待はしないが、口からに。エンドローグ。その方向、ここでついえると知れ。力に。誰め。暗黒の時代を覆す光に。あまり期待はしないが、くせえ。誰め。動力接続。植える我が名はヒッポルテ、ヘルカイオス。ちょっとちょっと、二人とも魔法はさすがにまずいってば。手を抜ける相手じゃないさ、あんな女はね。全力で行くよ。それこそ望むところだ。存分にやり合おうじゃないか。どんな血抜きの多い奴らにゃ。とっくに暗黒期は終わってるのに、いきなり追っ始めやがったにゃ。ここに竜がいたらどうなってたことやら。なかなかの情報戦にゃ。どこがにゃ。しかし、この名探偵アーニャが来たからには、スパイの情報戦なんて子供だましにゃ。ちょっと待つにゃ、まさか。ホラリオの闇を吹き飛ばす名探偵が情報戦の神髄見せてやるにゃ。わちょー。アホアーニャ、巻き添え待ったなしのアホムーブはやめろ。あ、アイズちゃん、いいところに。ジャガマル君のおばさん。あの連中を止めとくれ。店が壊れちまうよ。ジャガマル君の屋台は。ああ、頼むよアイズちゃん。テンペスト。なんで元気まで。いいね、ゾクゾクしてきたよ。上等だよ、全員ぶちのめしてやる。情報戦追加にゃ。もうやだこの年。帰ったか。僕は冒険する。ちょっと見ててよ、新鮮だな。なんていうか賑やかな街ね、オラリオって。あまあいろいろな人や神様がいるので。だけどモモさんとは別行動でよかったんですか。地理に詳しくないなら一緒の方が。いいのよ、あの子にはあの子のやり方があるから。それよりあなたこそ良かったの。あの女の子二人から逃げるように離れちゃったけど。後が怖いですけど、いつものことなので。そう、ま、あのレフィーヤって子も言葉ほどあなたを嫌っているわけでもなさそうだったものね。レフィーヤさんはどうかは分かりませんけど、僕はあの人のことは尊敬しています。そういうまっすぐな気持ちは誰にとっても嬉しいものだと。うわあ、ペール君。あれ、神様。
あかり。あ、ミノーちゃん。え、その人があかりさん、神様と一緒にいたんですか。ああ、アルバイトの屋台の前で空腹で倒れちゃって大変だったんだぜ。その節はご迷惑をおかけしました。すごい、メノーさんの予想通り。皆様、無事にお会いできたみたいで何よりでございます。ああ、春姫さんも一緒だったんですね。日本の着物ん、メノーさん。そうなんだよ、メノーちゃん、春姫さんの着物すっごく綺麗だよね。まさか迷い人。いえ、本人がそうでないにしても何らかの関わりが。先輩。そのまま聞いてください。この町、日本人の服を着た人間がコロコロしてます。世間に流通していない和服がここまで浸透しているとなると、日本についての研究を進めている集団がある可能性があります。ただの趣味人の文化研究ならいいんですけど、そうでなかった場合は近畿に該当する研究家。迷い人をかくまっている可能性もあるわね。もしそうなら、いつヒューマンエラーと化す事件が起こるか。モモ、私たちも合流を。まさかヒューマンエラー。チッ、どいつもこいつもしぶといね。したいのか全然わからないにゃ。ジャガマル君の屋台は潰させない。なんなんだこのカオスな状況は。アイシャさん、レナ様も。っていうか、どうしてアイシャさんまで。あの人、ジャガマル君の屋台を守ってるんだよ。正義の味方だね。ヒューマンエラーじゃなかったのはいいけど、ジャガマル君って何かしら。それに、あれはグリザリカ王国の。放っておくと面倒なことになりそうね。止めましょう、ベル。はい。お、来るのか。計画に狂いはありません。お、来るのか。あまり期待はしない。これが私だ。死んだか、誰か。その方向、ここでついるとして。必ず手に入れてみせる。力なし。何
明かりは危ないから下がってなさい。先輩、もうすぐモモも合流できます。そっちはどんな状況ですか？なぜか川島殿下が暴れてるわ。はあ、なんであのお姫ちゃまがいるんですか？こりゃしばらく収まりそうにないかも。あなたも屋台を壊しに来たの？はい。だったら止めるよ、テンペスト。急に早く、手加減できる相手じゃない。動力、接続。消えた？最初からいなかったみたいに。同業者どころかもっとヤバい連中だったってこと？ジャガマル君の屋台は無事？メノーさんもアカリさんもいない。一体何が？はあ、やっぱりとんでもない異邦人だったか。彼女たちのみ時を戻してなかったことにするなんて、神様もびっくりだぜ。何かすごく疲れる夢を見ていたような気が。もう食べられないよ。異常なしみたいね。一瞬寝落ちしてたの。ちょっと気が抜けてたのかもしれませんね。楽しい夢を見ていた気もするが、思い出せんな。少々残念だ。ほーら、あかり、そろそろ起きなさい。食事の時間よ。ジャガマル君？やりましたね。